青空に映える桜の白い花、いやとっても綺麗ですね。倉敷市の坂津公園にやってきました。どの季節に来ても美しいんですが、春は格別なんです。と言いますのも、こちら水と桜をテーマに整備された公園でして、この季節になるとこのね、こぼれ落ちるように咲いたこの美しい桜の花と池の共演が見られるんです。こう、ね、思わずこう写真を撮ってしまいたくなるような美しい風景ですよね。いや綺麗、癒されます。いいな。桜を見て楽しんだ後におすすめしたいお店がこちら、水辺のカフェ三宅商店坂津です。坂津公園から歩いて10分、カフェの隣には2年前にできた施設があります。その名も水辺の石窯キッチンです。わあ、立派なピザ窯、かなり大きいですね。焼きたてのピザを提供されてる、はい、そうですね、はい、ピザ専用の建物なんですか。そうですね、こちらはピザ専用にちょっと改装して、はい、始めました。井上さん、お店に入るときに本日の候補リンゴって書いてあるものを見たんですけど、はい、うちはこのフルーツで酵母を作ってるんです。これってもしかしてリンゴの皮？そうです。店では自家製ジャムを作っていて、農家の皆さんが大切に育てた果物を無駄なく使いたいという思いから酵母を作り始めたそうです。本来は捨ててしまう皮なんかをこうやって使ってるという。そうですね。すごい SDGs ですね。 SDGs ですね、はい。これでピザをやる。はい、リンゴの酵母で発酵させたピザ生地を使っておすすめのピザ作っていただきます。このね、もっちもちの生地にバジルソースをたっぷりたっぷり乗せて、最後に登場したのは倉敷特産のつらじまレンコンなんですが、なんかレンコンすごい量じゃないですか。たっぷりです。もうなんか両手でこう落ちるんじゃないかっていうぐらいだけね、持たれてますけど、いやー、一面レンコンでピザが埋め尽くされてゆく。ピザ窯に入れて焼くことおよそ1分半、あっという間に出来上がりです。ね、美味しそうでしょ。いい匂いしてくる。焼きたてのピザをこんな素敵な外の席で食べられるんですよね、井上さん、はい、いやー、桜の下でなんて素敵な。いただきます。シャキシャキいう、レンコンの食感がいいですよね。むちゃくちゃいいですね。おいしい。バジルソースのまた香りがとっても強くて、これ合いますね。はい、合うんです。やはりこう地元のものを使うっていうの思いがあるんですか。そうですね、初めはジャムの農家さんから始まったんですけど、この地域の農産物だったりとかそういうのがあるよっていうのとか、まあ、生産者さんの思いみたいなのをちゃんと僕らを通して、うん、お客さんに美味しいなっていうのが伝わってもらえれば嬉しいです。桜を眺めながらゆっくりと食事を楽しむ、心穏やかになるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。いや、水と桜の、ね、共演見ながらピザを食べるって特等席ですよね。いやー、もう本当に。あれ、リンゴの酵母ですけど、はい、リンゴの味はするんですか。リンゴの味は分かる人には分かるそうなんです。ただ分かんなかった、はい、僕はちょっと分からなくて、でも店長さんはもちろん分かるそうですよ、その違いが、はい、多い時にはこう70枚以上出るそうで、ピザが、うん、で、はい、菜の花などこう季節のものを取り入れたピザも出されているそうなので、ぜひ皆さん行ってみてください。以上、京都ピザ。